おはようございます。速稼塾のふうです。今日はですね、スマホで買える太陽光発電のお話でございます。まあこれありていに言って投資利回りのお話になるんですけども、今ね、皆様の街の周りとかドライブしててもこう山のペリとかね、空き地とかね、まああと戸建ての屋根とかパネルがいろいろ貼ってあるのに気づくと思うんですよ。まあ、そうなんですよ。太陽光発電、いわゆる再生可能エネルギーってやつですよね。これが大々的にスタートしたのがおよそ10年前、東日本大震災ね、こちらの方で原発に対する反対といいますかね、ちょっと怖いなっていう雰囲気の中、原発に依存する発電ではなくて再生可能エネルギー、いわゆる太陽光をはじめとするそういったね、クリーンなエネルギーを取り出してはどうか、そちらに切り替えてはどうかっていう運気が高まりましたよね。で、当時私も太陽光の事業者としていろいろと営業したんですよ。もうなかなかね、認知がされなくって、まあ契約には至らなかったんですよね。ところがあれから時が過ぎて、太陽光のパネルもだいぶね、安くなりましたし、発電効率もね、極めて良くなったんですよ。プラスですね、認知が広まったことによって、いろんな方が、あ、太陽光ね、いいねって感じで、個人、法人、関わらず、つけ始めたんですよね。ですんでね、今かなり増えましたよね。私の住んでるような田舎でも、ちょっとね、ぐるっと畑回ると、もう山っぺりにね、こうパネルがいっぱいついたり、こう、池とかにね、ついてたりするんですよ。これはだから日本全国でだいぶ太陽光発電が実現化してるなと思いまして。プラスですね、今すでに、原発が動かなくても、この太陽光パネルをはじめとした再生可能エネルギーで、すでに民間企業の電力需要を賄えてるんですよね。ですんで、別に原発いらなくなったという、そんな時代が来ちゃったんですよ。ただここにはね、いろんな利権があるんで、無理やり原発を動かそうという、そんなね、勢力もあるんですけど、その話はまた今度置いておきましょう。今日はですね、日本全国に設置されたそういった太陽光パネルに少しずつ出資することによって毎月の利回りを受けてみませんかという、そういうお話が飛び込んできましたんで、私ちょっとね、これにね、少額なんですけども参加してみようと思うんですよ。資料を読んでみると、なんと250円から参加できるらしいんですよ。ですので私はね、3万円ぐらい投資してみて、毎月の利回りね、何百円かも分かりませんけども、ちょっとね、試しにこういうのやってみようかと思うんですよ。私もはばかりながら元太陽光の事業者ですから、その名残と言いますかね、昔取った記念塚というか古巣に帰るというか、関わってみようかなというような気になりましてね、ちょっとやってみようかと思います。それではですね、どういったサイトから登録するのか見てください。どうぞ。はい、このスマホで買える太陽光発電所チェンジって上の方書いてますよね。で、こちらの方にいろいろと細かな説明がありますので、何回かに分けてね、少しずつ説明していきます。今私の関わろうとしている太陽光発電の発電状況ですけども、昨日の発電結果、これがね、2021年4月10日の発電結果ですけども、こちらにあるように 5725kW 発電されまして、今月の予想達成率、85% になるんじゃないかなと。ですね、おおむねうまくいってるってことなんですよ。で、これが月間実績ですね。年間実績を見てみますと、見れないのかな？別のところから見てみましょう。すみません。で、ずーっと下がってみて、私たちが投資しようとしている発電所の一覧があります。まず3つありますよね。あと、発電所の一覧を見るで全部見れるんですけども、ご覧のように3つありまして、予約販売特別セール中とかありますよね。こういうふうにどこに投資しますかみたいなのが選べるんじゃないかなと思いますよね。であと、太陽光発電について予備知識のない方のためにこちらの方に Q&A が設けられています。で、ブログもあるということなんで、さらに情報が見れると。で、シミュレーションですね、 FAQ というよくある質問がここに並んでいます。どの程度収入が見込めますかってことなんで、年利 7% から 10% ですね。ということは、100万円投じて7万から10万ってことなんで、いいじゃないですか、これ。でも100万円単位でいくとね、
ちょっと怖いなってところもあるんで、まずは3万円ぐらいでやってみて、じゃあ数百円を得てみようかなってことですね。例えば1万円でしたら700円とか1000円なんで、うん、まあまあですね、うん、こういうのもいいんじゃないですかね、うん、あ、いろいろ書いてますね、うん、はい、ということでアプリもあるんだ、いいじゃないですかこれ。こういうね、少額でできる案件好きなんですよね。でかい金額でドカンとできるやつも好きなんですけども、じゃあちょっと登録していこうと思います。確認メールを送信ですね、メールを送信しましたになりますんで、メールボックス行ってチェンジから来ましたね。はい、こちらをクリックして本登録ができると、うん、なるほど、同意してフォームへ進むと。はい、あとね、いろいろと入力してとりあえずアカウントを取っていこうかと思います。はい、ということでね、今日はアカウントを取っていくところまでやってみました。個人情報をこう入力したら多分これでアカウントが取れると思いますんで、ちょっとねお見せできないところになります。で、アカウントが取れたらいくらぐらいどこに投資するのかってことを選べるようになると思いますけども、それはまた次回やらせていただきます。で、本日はねこういった太陽光発電の投資案件があったんで、ちょっと参加してみましたというふうな動画になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、個人情報の入力ができましたので登録完了になります。ご登録ありがとうございますになりましたね。で、売電収入が入るまでの流れっていうふうなページが出てきました。発電所一覧から気に入った発電所を購入ということで、ここがどの銘柄を買うかっていうね、株式みたいで楽しいですね。で、ステップ2、毎日の発電量はアプリで確認できるということなんで、アプリをインストールしていこうと思います。で、次回の売電収入分配日から毎月売電収入が入るということなんで、いつでもこれをね、キャッシュにできるということだと思います。いや、新しいね、事業が始まったみたいで楽しいな。で、発電所一覧を見てみましょうか。ちょっと見てみようかなと思います。早速買うことができるみたいですね。おー。これはちょっとね、読み込んでいこうと思いますね。地元のないかな、千葉ばかりかな、千葉が多いですね。うん、確かに私もね、千葉のね、太陽光発電進められたことがあってですね、土地を見に行ったことがあるんですよ。写真は全部一緒ですね。だからイメージ画像なんでしょうね、これね。で、発電所が決まったらGoogle マップとかで調べて場所を確認したりとかもできるんじゃないですかね。お、稼働済み太陽光発電所募集中。へえ、あ、なるほど、投資する大家さんも募集してるんですね。で、今のところページ3までなのかな。うん、そうですね、50箇所ぐらい今あるってことですよね。うーん、はい、なかなかいいんじゃないですか。